ています。今日のウエイト挑戦者小林が122ポンド 55.34、 ジュニアフェザー級リミットいっぱいであります。チャンピオンも同じ122ポンド、 WBC の世界ジュニアフェザー級8位、今ボクシングコミッショナーからコミッショナー宣言が行われました。さあこれからリング上では両選手の紹介が行われます。緑色に白いベルトラインを縁取りました挑戦者の小林、紺のトランクスをつけましたチャンピオンのリゴベルト・リアスコです。世界チャンピオンリゴベルト・リアスコです。挑戦者 KO 仕掛け人ロイヤル小林です。レフリーがアメリカからやってまいりましたジェイ・エドソン、そしてジャッジがパナマのアモディオ・セデニオ、そして日本の吉田優作、今リング上で試合前の注意を受けています。 WBC のルールによりまして10点砲、そしてフリーダウン、1ラウンドのうち3回あるいは4回でもダウンをしてもノックアウト、相手のダメージによってノックアウト、試合終了を宣しないというフリーダウン制、そして6オンス日本製のグローブを使います。さあレフリーの声で両コーナーに分かれました。まもなくゴングです。今ゴングが鳴りました。 WBC 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ15回戦今始まりました。褐色の肌をしました長身のチャンピオンリゴベルト・リアスコ、軽く左を出しましたチャンピオンです。ロイヤル小林も細かいパンチを出します。ボディへ持っていきましたチャンピオンのリアスコです。左左を見せましたチャンピオンです。1ラウンドはじっくりと相手を見て2ラウンドから積極的に出ていくと言っておりました挑戦者のロイヤル小林です。一方のリゴベルト・リアスコは最初はアウトボクシング、相手の出方によってボクシングを変える、こう言っておりました。今年の4月にチャンピオンになりまして早くも3回目の防衛戦になりますチャンピオンのリアスコです。お互いに左を見せました。後藤さん、小林の左はいいですね。今日はいいですね、はい、落ち着いてますよ ね、非常に落ち着いていますロイヤル小林。何か三好さんのレポートにもありましたけどね、昨日の記者会見でもそのまるで普段の試合と変わりませんと、世界タイトルやるような別に気負いもないし気分的にリラックスということを言ってましたけど ね、あとはそのカットならないこと、でしょうね。そうですね、はい、小林が左、そしてチャンピオンが顔面を狙いました。あっとちょっとリアスコの肘がロイヤル小林の顔面に当たりました。口のあたりに当たりました。打ち下ろすようなパンチです。チャンピオンのリゴベルト・リアスコ、この9月25日に日本にやってまいりました。日本には3回目の来日であります。49年に2度来日して今度はチャンピオンとして3度目の防衛で日本に来ております。
よく相手を見ています。ロイヤルの左です。ロイヤルとしても後藤さん、あの速い左をなんとか対抗がなければいけませんね。あれをどういうふうに封じるかですよね。はい、ファイトできませんからね。あれそうですね。リーチそして身長で7センチ上回っています。チャンピオンです。これ第1ラウンドのゴングが鳴りました。後藤さんの採点10点高で10対10のイーブンになっています。挑戦者のロイヤル小林です。これまで22戦して20勝2敗、20勝のうち17のノックアウトを記録しています。ノックアウト率8割5分。挑戦者のロイヤル小林です。第1ラウンドはお互いに左を使いまして相手の出方を伺いました。いよいよ小林の言っている小林陣営の第2ラウンドから積極的に行く、その第2ラウンドに入りました。後藤さん、あのチャンピオンはですね、練習でもその足をほとんど使いませんでしたけれども、はい、やはりね、足使ってますよね。そうですね、いい足してますよ。はい、非常にフットワークがいいと言っておりました。これまで対戦した丸いんげ中山です。その4月3日に対戦しました。またやりましたね。頭持ってきますね、はい、危ないですね。その悪いんげ中山がですね、まあ、パンチ力ではスーダンロイヤルが上だと。それで、リアスコもですね、減量区でそれほどスタミナがないんじゃないか、ですから中盤以降ですね、勝負をかければロイヤル小林に、勝ちのチャンスが十分あると、こう言っておりました。フットワークを使って回り込みます。チャンピオンのリアスコです。ちょっとロイヤル小林の腕を抱え込みます。チャンピオンです。ロイヤルの作戦として後藤さん、昨日ですね、はい、まあ、クリンチをすれば非常に疲れるんで、はい、なるべく避けたいということを言っておりましたけども、ちょっと多いですね。多いですね。でね、ついた時にね、はい、頭をね持ってきますね。そうですね、これは危ないですよ、はい、ほら今もそうですね、やってますね。はい、右のボディーか打ちながら低い頭、今レフリーのジェイ・エドソンから注意を受けました。この後藤さん、レフリーのジェイ・エドソンも日本でもう9回目だそうですね。おなじみですね、世界大会のレフリングは。いきなり左から飛び込みました。挑戦者の小林です。ちょっともつれる場面が多くなっています。第2ラウンドです。第1ラウンドは10対10のイーブンです。 WBC のルールによりまして10点砲アッパーを突き上げますロイヤルです。ロイヤルの鼻のあたりがちょっと赤くなりました。ロイヤル後藤さん、よく鼻血を出すようですね。そうですね、はい、練習でもだいぶ出しておりましたけれども、まあ癖なんでしょうけど ね、 そうですね、もうこのぐらいの、ね、キャリアがあれば鼻なんかもう枯れてるわけなんですよね、はい、ロイヤル小林は背中もうびっしょり汗をかいています。一方のリアスコはそれほどまだ汗はかいておりません。ロイヤルの左から右が決まりました。ここでゴングです。第2ラウンド終わりました。後藤さんの採点では10対9、挑戦者のロイヤルが取っています。これまで33戦して23勝6敗4引き分、23勝のうち12のノックアウトを記録しています。ノックアウト率5割強を誇っています。チャンピオンです。さあ第3ラウンドが始まりました。後藤さん、第2ラウンドその終わる間際のロイヤルの攻撃良かったですね。あれ来ましたね、はい、ね、あれがいいですね。角度もいいですよ、はい、大振りしてませんからね。そうですね、また頭を持っていきました。チャンピオンです。ちょっと場内から非難するような声が上がっています。ロイヤルのいい攻撃が続きます。しかし中に入りますとすぐ相手の腕を抑えます。チャンピオンのリアスコのボディグロー、いいボディグローですね。いいボディグローが入りました。このボディーブローを後藤さん使いますとリアスコとしても後半その足が止まるんじゃないですか。そうです、当然足が止まりますからね、はい、チャンスですよね。今のは来ましたね、はい、
第2ラウンドは後藤さん放送席の採点ではワンポイント挑戦者のロイヤルが取っています。第3ラウンドもロイヤルのいい攻撃が続いています。日本のボクシング界世界チャンピオン不在の中で最も期待される一人、挑戦者のロイヤル小林です。非常に低い姿勢を取ります。チャンピオンです。頭を持っていきます。ロイヤルの左手を抱え込んでいます。また場内からちょっと非難の声が上がりました。後藤さん、こうやって見るとそのクリーンファイターじゃないですね。いやー、汚いですね。ちょっとね、あっと、ロイヤル右、大きな右空振りです。あの後はちょっと危ないですね。危ないですよ ね、はい、ちょっとカットしたが大振りのパンチが出ました。ロイヤル小林です。右、ロイヤルが入ってくるところボディーグローを見せました。チャンピオンのリゴベルト・リアスコです。またロイヤルの腕を抱え込んでいます。昇進のチャンピオンが身をかがめるようにして頭をつけます。8月1日に2度目の防衛戦、韓国の連闘金と釜山でやりました。その時は判定一貫はリゴベルト・リアスコに上がりましたが、結局観客が騒ぎ判定が覆され、2点3点しまして、またチャンピオンとして認定されております。おっと、左いいパンチが入りました。ロイヤルの左のフックです。こう手を抑えられるとロイヤルとしてもその後2発3発が出ません。完全なホールドですね。そうですね、これはやっぱり注意しなきゃいけない、はい、しかも頭をつけています。ここでゴングが鳴りました。第3ラウンド終了です。第3ラウンド終了しました。このラウンドも後藤さんの採点では10対9ワンポイント、ロイヤル小林が取っています。さあ、これから第4ラウンドに入ります。右がチャンピオン、そして左がロイヤル小林です。後藤さん、体格を見ますとですね、はい、やはり身長リーチともに大体7センチ強チャンピオンの方が長いですね。そうですね、それとノックアウト率がチャンピオンが5割強、一方のロイヤルがですね8割5分と、これは圧倒的に挑戦者ですけれども、今第4ラウンドが始まりました。後藤さんの採点では第2ラウンド、第3ラウンド挑戦者のロイヤル小林が10点砲で1ポイントリードを取っています。またレフリーのジェイ・エドソンから注意を受けました。チャンピオンのリゴベルト・リアスコ、また入った左ですね。今のいいパンチが入りました。ロイヤルのいいパンチが入っている。さあ、挑戦者ロイヤルのチャンスです。懸命に腕を抱えて防戦します。チャンピオンです。頭を引きつけました。低い体勢に入りました。いいパンチが入っています。さあ、ロイヤルの左、また入りました。顔面を浅く捉えました。ボディブロー、いきなりボディを持っていきました。ドスンというパンチが音を立てました。挑戦者のロイヤルです。非常に後藤さん、ロイヤル落ち着いてますね。リラックスしてますね、はい、いいですよ。また抱え込みました。チャンピオンです。リングの中央に戻るように、そういうジェスチャーをしました。ジェイ・エドソン、レフリー右、しかし一発当たってもあれですね、クリンチされますとなかなか次のパンチが出ませんね。フォローできませんからね、はい、苦しいところですね。低い姿勢から打ちます。両選手です。お互いにボディを狙っています。石島さん、はい、あのクリンチされますとね、はい、やはり身長差があるので上からかぶさってくるような感じになるんでね、あの非常にあの挑戦者コーナーはこのクリンチを嫌ってますね。そうですね、あの、はい、抑えられるのは非常に苦しい。そうですね、そうですね、
まあ、後藤さん、その苦しさが後に出てこなければいいんですが ね、まあ、ね身長がありますからね、はい、体重をかけてくるんですね。そうですね、そうするとね、やはりどうぞ疲れますよ、はい。まあ、それとこれがずっと続きますとハッとするという場面もなきにしもあらずですから ね、それだけ心配ですね、まあ、はい、冷静に戦ってほしいですね。ロイヤル小林、現在のところ2ポイント、後藤さんの採点でリードしています。試合は第4ラウンドです。また右浅く入りました、浅い右が入りました。挑戦者のロイヤル小林です。頭をつけ合っています。ここでゴンが鳴りました。第4ラウンド終了です。第4ラウンド、後藤さんの採点は10対8、2ポイントこのラウンドだけで差がついています。第4ラウンド終了です。さあ、これから試合は第5ラウンドに入ります。後藤さんの採点では前半で早くも10点4ポイント、チャンピオンの挑戦者のロイヤル小林がリードしています。あ、いいですね、右アッパーですね。そうですね、第1ラウンドから終始ヘディングあるいはホールドを注意されています。チャンピオンのリアスコです。まあ、チャンピオン自身ですね、相手を見極めてそのボクシングをするということを言っておりまして、私どももですね、そのチャンピオンが非常にこう足を使うと、あのアウトボクシングが得意であるということを聞きましたけれども、それほどその際立った足はないみたいですね。足はありませんね、はい。まあ、疲れてることもあるんでしょうけどね、打ち合いを、まあ、打ち合ってますね結構ね、はい、これはやっぱり疲れてるからスタミナが持たないと思ったんじゃないんですか。そうですね、もともとこのジュニアライトの世界ランカーで、フェザー、そして、現在のジュニアフェザーと、2階級落としてますよね。そうですよね、ロイヤル小林もフェザー級から1階級落として、だいたい 1.8キロ、フェザー級のポンドより 1.8 キロ4ポンドほどを減量しています。後藤さん、ああいう体勢になった場合のですね、はい、小林の戦法といいますとね、どうなんでしょうかね。やはり回さなきゃいけませんね、押しゃっちゃいけませんよね、今あの小林が入るところ右のアッパー見せましたけれども、はい、悪いのが中山に言わせると非常に怖いそうですね。そうですね、はい、あ、両選手両方ですね、これはおかしいですよね。そうですね、ちょっとフォードしてるのは ね、リアスコの方ですからね。主審のジェイ・エドソンが両選手に注意を与えています。第1ラウンドからもつれ合い、そして絡み合うシーンが多くなっています。またもつれ合っています。リングの中央です。だんだんレフリーのジェイ・エドソンの注意する声も大きくなりました。左、また左、今度は当たりました。ドソンというパンチの音がしました。ロイヤル小林の大きな左のフックが入りました。ほとんど第5ラウンド時間がありません。もつれています。これゴンが鳴りました。第5ラウンド終了です。第5ラウンドは後藤さんの採点10対10ですが、ワンポイントずつ減点ですね。1972年ミュンヘンオリンピックのフェザー級代表からプロに転向しまして、いきなり A 級ライセンスを獲得しましたロイヤル小林です。18連勝16KO、そして11連続ノックアウト勝ちを誇りまして、昨年ニカラガのアレクス・アレゲロに挑戦しましたが5ラウンドノックアウト負け、その後パナマに遠征しまして一段とたくましくなり、ジュニアフェザーに1階級落としまして世界タイトル2度目の挑戦であります。試合は第6ラウンドに入っています。現在のところ
4ポイント、ロイヤル小林がリードしています。また頭がぶつかまいました。顔面痛そうです。ロイヤルちょっと顔面を押さえています。放送席石島さん、はい、チャンピオンコーナーですがね、はい、今はですね相手の出方を伺っているんだと、はは、左ジャブからですねワン狙えという指示が出ております。そうです か、はい、かなりセコンド陣の声も大きくなってきました。まあ、後藤さん、この戦法で相手の出方を伺っているというのはちょっとおかしいですね。頷けないような気がしますね。ボディです。左のボディーブローです。ロイヤル小林です。レクリーがジェイ・エドソン、アメリカ、ジャッジ、アモディオ・セデニオ、パナマ、そしてもう一人が日本の吉田優作です。その3人が採点をつけています。またもつれ合っています。左、ロイヤルの左がチャンピオンの顎をかすりました。見事な左のキックが入りました。さあ打ち合いに持ち込んだロイヤルです。ロープを制しましたチャンピオンです。また左、右、左から右です。ロイヤルのパンチもちょっと流れています。左手を抑えました。低い姿勢からボディを狙います。挑戦したのロイヤルです。ボディです。ボディから顔面です。また左、右、ロイヤルのパンチが当たっています。サインだけを出したところでゴングです。ゴングが鳴りました。第6ラウンド終了です。第6ラウンドも10対8、2ポイント差がつきました。ロイヤル小林が取っています。日本のボクシング史上14人目の世界チャンピオン誕生なりますか、ロイヤル小林です。現在のところ後藤さんの採点で10点法で6ポイント、挑戦者のロイヤル小林がリードしています。これから試合は中盤の第7ラウンドです。後藤さん、第6ラウンドのですね後半のロイヤルの動きでちょっと疲れたような気がするんですが、疲れてますね、はい、疲れてますけれどね、相手も疲れますからね。そうですね、なんですが左から右、この左ロイヤルのパンチ、メガトンパンチが当たります。渾身の力を振り絞ってロイヤル小林がパンチを繰り出します。終始低い姿勢、頭をつけますチャンピオンです。またボディを狙いました。ショートパンチを出しますロイヤルです。左から右、これはちょっと空振りです。これは大きすぎた。右のアッパーから左、右のアッパーから左です。大観衆が詰めかけました蔵前国技館。左から右です。逆に左を返しましたチャンピオンです。後藤さん、的確なですねチャンピオンのそのパンチがですねまだそれほど見られませんね。まあ、6回目ですかね、はい、いや5回目にね、右のショートアッパーがね、はい、2発ばかり当たりましたがね、それ以外はありませんね。そうですね、手数もそれほど多くありませんね、はい、そうです、クリンチばかりですからね、はい、軽くボディを叩きます。挑戦者の小林です。また両者をリングの中央に呼び戻しました。石島さん、はい、挑戦者コーナーですがね、はい、とにかく小林選手が冷静に試合が行きたいので絶対行けるんだと。あ、いい感じ当たりましたね、はい、いいパンチが入ってます、はい、
とにかく先手先手でいけと、はい、先にパンチを出せということを指示してます。そうですか、はい、いいパンチが入っています。ロイヤル小林です。試合は第7ラウンド、また左ロイヤルのいいパンチが入りました。しかしもつれてアッパーを突き上げます。チャンピオンのリゴベルト・ディアスト、ようやく立ち上がった。さあカウントレードで立ち上がりました。ロイヤル小林の左が入りました。あっとこれ右は大きい。ロイヤルチャンスだ。挑戦者のロイヤルチャンスです。右から左、チャンピオン棒立ちになった。チャンピオン棒立ち、ロイヤルの左から右、ロイヤルのチャンスです。さあロイヤル左から右、ロイヤルが追い上げる。左、右から左、ロイヤルの強烈なパンチが入っています。ロイヤルの強烈なパンチが入っている。ロイヤルチャンスです。ロイヤルチャンス、ダウンを1回取っている。ロイヤルアートニュートラルコーナー、チャンピオンのアーゴンがゴンがゴンが鳴った模様です。アート足がもつれている。ゴンが鳴りました、ゴンが鳴りました。第7ラウンド終了です。第7ラウンド終了。後藤さんの採点は10対6、挑戦者のロイヤルが取りました。今ゴンが鳴りました。第8ラウンドに入りました。もう場内はわーっという大歓声で、ゴングの音も聞こえません。ちょっとこれはスリップです。ロイヤル小林がもつれ込んでる相手をちょっとマットに取り、あと右、ロイヤルの右バルダウンダウンです。ダウンダウンダウンです。ロイヤルの右が入りました。第8ラウンドチャンピオンがダウンです。カウント8が数えられました。ロイヤルの右、ロイヤル左、場外は騒然です。また崩れ込んだ、また崩れ込みました。チャンピオンです。あ、これはスリップだ。レフェリーがスリップだ、判定しました。ロイヤルの右、ロイヤルの右です。あっとレフェリーのデイエルゾンが止めました。レフェリーのデイエルゾンが止めた。ロイヤル小林、ロイヤル小林、日本で14人目の世界チャンピオンになりました。ものすごい騒ぎです。ロイヤル小林ノックアウト勝ち。ロイヤル小林タイトル奪取に成功しました。見事ノックアウトで破りましたロイヤル小林です。もうリング上は大変な騒ぎです。後藤さんやりましたね。ついにやりましたね。他のもんですよね。